後ろに残すとかねとかっていうふうになって、それはどっちがいいのってなると別に正解はないってことですよね。これとこれですよね。こういうふうになってきたりしますよね。縦よりもやっぱり動かせる幅が多くなるので、ね、っていうふうにするとだいぶバリエーションが増える。